皆さんこんにちは、サットです。早朝のお弁当動画撮っていくんですが、早く起きるのは明日で、今日はその前日ということで、明日だけじゃねお弁当朝早く起きて間に合わないんで、今日も下準備しているところを撮ってから明日の早朝に備えたいと思います。醤油とみりんがだいたい同じぐらいの分量、甘めが好きなので砂糖も入れて、きのこ美味しそう、かぼちゃが煮えました。固ゆでじゃない卵にしたい、半熟。で味付けは塩コショウを軽くして、ちょっとね砂糖と白だしとかお醤油とかで味付けすると、割と次女が食べてくれます。ちょうどいい感じのプルプル具合でできた。でもうランチョンミートも切っとこうかな。これ初めて見た、イオンで買ったランチョンミート。普通のねスパムよりこっちの方がちょっと安かった。ランチョンミート。米粉の春巻きの皮を買ってきたんですけど、どうかな、開けちゃったらカピカピになっちゃうかな。開けて包んでジップロックに入れとけば大丈夫かな。ちょっとね明日の朝包むのは嫌。普通の春巻きの皮よりちょっと大きさがちっちゃいから、このぐらいでちょうどいいかも。大葉がまた大きいけどいいかな。1枚ぐらいバシッと入れちゃっていいかな。うん、いいかも。 OK、と冷蔵庫に保管しておきます。ラップした方がいいかな。でもラップにくっついちゃう。まあどうせ揚げるしね、いいか。お弁当の下準備はこのきのこの大葉ジェノベーゼ風炒め。これはね、もう夜ご飯の残りみたいな感じですね。こちらの煮物も結構残った。あと、ほうれん草のバター炒め。で、煮卵と、ブロッコリー。スパムのおにぎりの具材ですね。あと、はんぺんの春巻き。はい。じゃあ、明日はですね、これと、あと少し作って、詰めるだけ。昨日結構たくさんもうおかず作ったんで、今よと、あとそう春巻きを揚げるだけなんですけど、春巻きの皮がねもう一回こう包んであるからパリパリになってないかどうかちょっと心配。これね、ちょっとはんぺんが膨張して皮が破れちゃったんで、もう少し緩く巻いた方が良かったかな。
柚子塩でおにぎりを入れていきます。ホットドッグ。はい、まずは朝ごはんのお弁当完成。スパムおにぎりと半熟煮卵、煮卵見えるかな、はんぺんの春巻きとかぼちゃの煮物とブロッコリーとちいちく、昼ご飯のお弁当完成。ゆず塩おにぎりと大葉のジェノベーゼ風きのこの炒め、ブロッコリーとほうれん草と人参のバター炒め、春巻きとエビマヨ。きのことカメラのバッテリー切れちゃって、これ携帯に変えました。画質が変わるかもしれないけど、なんとですね、カメラの携帯のカメラの三脚も壊れ、カメラのバッテリーも切れ、もう今手持ちで携帯を手持ちで撮影しております。はい、こんな感じでですね、8人前できました。これは料理してる時からすごく食べたかったスパム。美味しいよね、スパムね。スパム美味しい。うん、うまっ。美味しい。あ、あ、癖が強い、これジャスミン茶。よくわかったね、ジャスミンが。そう、ジャスミン、うん、なんでわかった？ジャスミンっていう言葉をさ、アラジンのお姫様の名前で覚えたの味とよくカッチしたね。カッチした。さすがに覚えたよ。うわってなるもん、毎回。毎回、ふわってなる。はい、それではですね、準備ができたんで熊本に行ってきまーす。今日は、このキャップはね、ちょっとどこのか忘れちゃったんですけど、この上は古着。で、下はジーパンでーす。コウタくんが、コウダくんだね。コウダくんが、そのままや。コウダくんそのままだね。足よ。足コウダくん。コウダくんは。ちょっとなんか。いやでもやっぱ怖い。大きい。でブラブラしてるほら。あ、書いてんのこれ。書いてんの。お腹を。おっさんやな。なんで買おうっていう。でもなんかあれじゃない、なんか覚えてくれなさそうじゃない、呼んでも来なさそうだし。呼んだら来なさそうね。えチンチラかわいい。チンチラなんで買おうと思ったの。怪獣みたいだ。おとなしそうだし懐くと思ったんだけどね。3万9000円ぐらいだったの。その時当時若いのにその大金をはたいて買ったんでしょ。そう欲しいもの全部我慢してそっちに使った。人参応援。
うわー、すごい。ほんとほら、怒って噛んだりしない。今日は穏やかな種類なので。パーマをかけ立てって感じ。ヤンキーみたいな感じだよ、これね。お話を聞くのが大好き。おはよう、エルちゃん。おはよう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 。おいしい。おいしい、うん、ちょっとね、うん、外寒かったからもう車の中に帰ってきて、お昼ご飯誰あったかいとか暑いとか半袖じゃないととか、あの誤った情報のせいよ。とりあえず語ってたずっと。でも言ってたの、もうゴールデンウィークは真夏日だって。でも着いた時14度だったさ。今何度になってる外？23。あ、え、じゃあ10度ももう上がったってこと？本当にさっき14度だった？だったよ。いや、それはさ、この車が嘘ついてるかどうかは分からんけど。いや、寒かったもんだって。車じゃなくて。え？何が美味しいですか？エビ。あ、エビ？カシュミンは？あ、春巻き？うん。お父さんは？全部。